お疲れ様です。お疲れです。今日は、はい、あの森脇選手に最高でしょマジで。何をやりましょうか。森脇亮太にドッキリかけます。お、それがなんとなんかさ、普通のドッキリじゃもんないじゃん。森脇くんに1週間ぐらいじっくりかけて大きなプロジェクトを組みましたので、森脇くんがサッカーをやめるかそれとも現役続行選ぶのかっていうね、このね、ものすごい僕ら34、35ベテランの域に達しましたんで、ものすごい究極の選択なんですけど、森脇くんがサッカー愛に満ち溢れてる選手なのか、それともお金にくらむのかっていうところをね、皆さんぜひ見ていただきたいと思いますんで、ぜひとくとご覧あれ。さあ森脇くん、うん、まあ、このもらった電話で申し訳ないんだけどさ、うん、ちょ、森脇くんにガチで相談事あるからちょっと乗ってや。これガチなやつ。全然マジでガチ相談。まあ、森脇くん、何それ。いや森脇くんだから話せるガチ相談のやつ。マーキーマジで今日ありがとう。てかさ、何もろかったよ。クソ最高やった。いい感じだ。やばい。いやマジで俺もう森脇くんに今日話したいのめっちゃあったんだよ。マジで。マジドキついこと。いやこれガチのやつ。ガチのやつ。笑いなしのやつ。マジで。何、いつ引退しようかとかそんなんじゃなくて。え、そうだと思う。いやだってガチ話でしょ。うん。ガチ話ったそれか。じゃなんか、まあ、選手の遺跡はないやん。まあそうね。俺との付き合いの中でどういうアドバイスしてくれるか、うん、いやいやプレッシャーだよ。なんだマジで。いや俺マジで、うん、いやだって今まで付き合ったので俺いい回答できないマジで。いや森江君の率直な、うん、え、ガチで怖い怖い。もう、うん、心の準備できねえや。え、マジで言っていい、うん、え、マジで言っていい。ガチ、うん、俺怖い。ちょっと胃が痛くなってきた。なんか急にいいって。マジで意外で意外で。あ、いい、ちょっと リップの私なんでや、マキなんでや。マキとの対談でさ、唇がさもう腫れないよ。裸の前が頑張りすぎた。頑張りすぎた。俺はだって対談終わった後にリップ塗った、うん、いいよ、ね、うん、マジで、うん、まあ、先輩としてな。先輩としてうるせえよ、うるせえよえ、マジでいい。あ、マジで言うね、うん、俺今年引退する。そうでしょ。いやマジでガチ、うん、え、それなんで。いやなんか、うん、なんだろう、なんかカッコつけでもあるけど、うん、まあ俺34じゃん、俺も35じゃん、うん、試合を出る、うん、出なくなって、うん、なんかやめるっていうよりかは、うん、カッコつけでいい、なんかいい時っていうか、なんかまだできるっていう時に、うん、なんかやめたいというか次のステージに行きたいなっていうのがまあ本音あで、なんかまあいろんなさ裏チームのその立ち位置とか見た時に、うん、いろんな目まぐるしく変わってる中で、うん、自分の立ち位置の中で、あ、俺はもう次のステージというか、うん、やりたいことが自分の中で固まりつつあるのね。固まりつつあるっていうか固まったから多分その決意になったんだけど、そうで引退しようと思ってんだけど、どう思う。マジ。いやマジマジマジ。いや俺のほんと素直な、うん、今のパッてそれ言われて、うん、何言ってんのマキっていう感じよ。っていうか、え、引退、うん、まだできる人なのに。マジで。どう思う、マジで。引退はまだ早いねいや分かる。いやそれは絶対言うと思ったし、それは、うん、それは何でかって言ったら、うん、まあ、マキはまだまだそのピッチの上で、うん、そのなんていうの、子供たちにもそうだし、例えば J リーグ界にも、またその浦和レッズにも、うん、もっともっと引退してからじゃなくて、現役中の今プレイヤーとしての、うん、まだまだ示すところはそうなんだよな、たくさんあるし、分かる分かる、そういうの分かる、うん、それを考えると、うん、いやいやその引退を考えるのはちょっとまだ全然早いよ。なんかさ、その森江君の意見もめちゃわかるの、うん、で自分の中でもなんでこういう決断に至ったかっていう経緯もいろいろあって、自分の中で、うん、いやできるよ、うん、し、いや多分やらなきゃいけないことも自分の中で分かるんだけど、うん、なんかさ
思ってそれいつから思い出したの？その去年ぐらいに、去年ぐらいに、あ、なんかそろそろ自分のやりたいことが明確になりつつあって、うん、今年のスタートしてから、そろそろ引退して やりたいことは何だ？俺の中でまあやりたいのは監督になりたいとか、スポーツコメンテーターになりたいっていう中で一個さ、まあ、この YouTube 始めたのもそうだけど、うん、Gリーグを盛り上げたいってめっちゃ言うじゃん。いいね、で、森さっき森谷君の対談でもそうって一緒になんかやりたらいいなっていう時に、実は、いい話っていうか、面白い話っていう企画の話があって、まあ、それが後押しになったんだけど、今さ、サッカー番組が国内でめちゃくちゃ終わってきたじゃん。例えば、やめっちゅうしだとか、やばサッカーとか、なんか、まあ、あるじゃん。ああいう番組が終わった中で、G リーグ含めてテレビ局が来年から大きな番組をスタートさせる中で、で新しい番組が始まろうとするの、始まろうとする、始まるの。でそれの番組のプロデューサーから直々に俺んとこに話があって MC してくれるの。そうなんよ。でそれをサッカー番組やりたいんだけどどうやみたいな話をしもらった時に、ちょうど俺も引退しようかな、次どうしようかなって考えた時に牧野さんとこういう番組やっていきたいですっていう話をもらって、次のステップもあるし、めっちゃ面白いなと思った。だからサッカーを盛り上げるはサッカーをプレーしながらもそうだけど、ちょっと一歩引いた違う角度から盛り上げるのも一つの手法かなって思い出して。いやだってその盛り上げるのまでできてんじゃん今、そのサッカーをしながらも。なんかさ、限界が正直あるのよ。マジマジマジで限界だった。違う。いろんなこうミーティングを重ねてて、俺はもう決意を固めたの。だからそれを周りに相談しながら、そうっていう思いを今日だから前電話したじゃん。ダメだってマキ、俺は全力でそれをまあ拒否したよ。あ、そう、マジで。それはだって、いやいや、もちろんね、そのいい時にやめて、なんていうの、次のステップに行くっていうのも、確かにかっこいいことではあるけど、でもまあ俺も引退してないから、サッカー界からさ、プロの世界から離れたわけじゃないから、その強くは言えないっていうか分かんないけど、だけどね、いろんな人の話を聞いたらさ、やっぱ現役はさ、特別だって言うじゃん。でもう引退なんかしたらさ、もうやっぱり現役に戻るのなんてさ、もう難しいじゃん、なかなか。まあそういう例外はあるけど、まあね、まあね、だけどそれを考えた時に、今までね、努力してきた中での、もちろんそれもね、めっちゃ理解して、俺も毎日のように意見が変わってたのが、これ違うな、いや、やっぱこうしようかなとかって思いながら、自分の中で結構固まって今話しに来たよ、森谷君に。マジで。そう、森谷君がじゃあさ、きついよそれは。もう一個誰かその話した人の人がいてまあまあ、まあ、3人で話して。いや、そうだ、じゃあ付き合いが長いの、まあまあね、森谷君から。でもめっちゃその相談はめっちゃ嬉しいな、なんか。あ、そう、なんていうの、その、正直なところ、俺は森谷君って言ったら絶対反対するな、まあまあ、そうやな、そうやな、そんな、おー、いいじゃん、いいじゃん。いやいや、その状況を考えると、まあその言ったら、なんていうの、テレビ局からのオファーも、もちろんこうやって今ありがたいことのオファーをもらったけど、例えば現役中マキ頑張ってて、その後、なんていうの、その後でも、もう一回これ話来ると思う、絶対マキの性格的に ね、そう。もしかしたらその前に、俺が引退してここのポジションお願いします、でもさ、違う、それが新番組だよね。まあまあ、そう。そう。で、そのタイミングだったから、もしかすると、この番組が始まった時に違う人に話が行って、また、おっしゃる可能性もあるじゃん、俺の話が。いや、それじゃまた、マキ、新番組すぐ行ってないよ、また。
槙野でーすって言ってすぐ行けるって。それでね、新番組で森脇くんにさ、俺今日実はこの紙を持ってきたよ、その企画書もらったやつ。何それ。いやだからその俺の YouTube のを見てそのメイン MC にするっていうので、だからその番組は決まってないけど、うん、まあわかんない、俺じゃけん MC なんかよう分からんないけど、これはもう全然今家庭っていう。すごいな。すごい、だってすごい。しかも森脇くん、森脇くん聞いて、12月4日が J1 の最終節なんだ。でこの番組12月4日の夜スタートするのよ。そこで俺の引退発表をこの番組でしてくれよ。この番組からスタートするのよ。マジで？っていう、いう話で、森脇くんめっちゃ、俺がなんでこの話を森脇くんにしてるかっていうもう一つの理由が、出演者のとこに、まあ、MC 牧野智明でサブ MC、もう1名で中、番組的には中村健吾さん、健吾さんか牧野智明が推薦するサッカー選手って言ってんだけど、俺はさっきの森脇くんのたまたまの話じゃないけどねえ、その森脇コンビ、森脇の話があった時に、森脇くん番組やったらやっぱ絶対面白いしと思って、俺はちなみに勝手ながら番組の P に森脇くんをマジで押してくれた。推薦した。ちなみに、どんなに優しいの。いや優しいとかじゃなくて、テンポもトークもできて一緒にサッカー盛り上げたいっていうベクトルがある、同じそう方向性向いてやる人で、やっぱやってておもろいのがいいじゃん、まあね、ってなった時に、ね、そう、俺は森脇くんを推薦した。向こうもいやめちゃくちゃいい、知ってたの、むしろ向こうも当たり前じゃん、めちゃくちゃいいって言ってくれてて、何がすごい、ネックかって、だからこれが一つさっき俺言ったその現役選手っていうところが ダメなんや、やっぱりそれは試合後にやるっていうところだけで、俺は森脇くんを俺に話が回った時に、いやぜひやらせていただきたいのと、俺は森脇くんと一緒にやりたいって言ったら、向こうもいろんな多分森脇くんのキャラクターとか見て、なるほど、絶対この2人だったら面白いって言ってくれてて、おお、そうで、しかも俺番組が会社を挙げてここに結構お金を投資して、なかなか森脇くんないやつなんだ。いやすごい金額が、ええー、めっちゃでびっくりした俺も、マジで正直。でいうとこのだから要はあるやん、例えば MC だったらいくらみたいな、とか、そう、その金額がすごいってこと。金額がすごい、年収なんだ。だからまあ別に言うけど、2年契約で、この MC が5000万プラス、出来高と、数字だから、2年で出来高とかあんの、テレビだから番組の視聴率だったり、ああそれで変わんだ。そう、それで、2年とりあえずやって、もし、よかったら上乗せ、だから、上乗せと延長続いていく。だから、やべ中心が何だっけ、十何年だっけ。そう、17年か。だからそれをずっとやれる。で、俺はそのサブ MC に、森脇くんを今、呼んでるっていうか、その番組を押してくれてんの。押した。ごめん、勝手に。ああ、嬉しい。だから今日自分の相談プラス、オファー。要はサブ MC だったら俺も一緒に現役を引退して、いやそう、だから森脇くんになるほどね、そう、だから今日決めろとは言わないけど、なるほどね。ちなみにこれもうさらにまた言うと、俺が今日森脇くんと飯食うっていうのを言ってるんよ、番組に。そしたら近くに、あれ今あれやってる、打ち合わせしてる。だからもしあれだったら顔、森脇くんがよかったら1分でも2分でも顔合わせができる。嘘でしょ。いやガチマジで。いや顔は出てます。なんで話は聞くけどね、紹介って。それは俺もさ、いろんな人と会って話するのは好きだから、うん、そのありがたいけど、うん、会うだけやったら全然いいけど、これ今すぐ答えとかは、まあ俺は結構さ、会って話をしてるから、まあ今こういう話してんだけど、いきなり俺もだって話された時、ってなって。2年で5000万だ。2年で5000万、多分サブ MC は、そうですね、嘘でしょ。だって言ってたもん。マジで、うん、だから森脇さんの年俸は私たちは分からないですけどっていう話をして、でいくらもらってんだろう森脇君。マジだよこれ、目があれだな、お金を泳ぐな。でもさ、お金は大事じゃん、正直。いや大事よ、お金は大事なんだけど、でも俺と森脇君がやりたいことはまず J リーグを盛り上げるじゃん、
大前提な、ね、まずも J リーグを盛り上げること、うん、でそれを現役でサッカーを通して盛り上げるのか、こういう一歩引いた番組でやる、うん、で俺は一番面白いと思ったのは2年契約プラスその出来高のところで何年もできるってこと考えたら、うん、やっぱ俺らもさトップトップのパフォーマンスでできるのってもう年齢に限られる、先長くないってなったらコロナとか、いろんな年齢とともにこうやって年功が落ちていくのは当たり前だし、まあそれもそれ仕方ないんだけど、うん、まあそのお金っていう部分で言えばものすごい面白い話かなと俺は思った。金額だけを考えたらすげえ魅力だよ。まあ、でマキと俺やったらね、うん、今日のその番組でもそうだけど、なんかやっぱさ2人やったらなんか楽しいじゃん、ワイワイしながら。でしかもあの言ってたのが、うん、自分たちでこういう企画やりたいとか、こういうのを やりたいみたいなことを言って考えられるんだって。マジで。だからすげえ、最初がなんだっけ、来週土曜日の10時、から、だから50分や、50分番組や。すごくね。で初回放送がだからその言った12月4日の7時から2時間。ゴールで時間潰した。これがゴールで。これが一発目。嘘でしょ。これが一発目。やっぱゴールで。てか俺マキすげえな。いや俺も知らないよ。びっくりしたもんこの話来たのに。てかやっぱ、うん、J リーグ界のカリスマ。いやマジで。いやほんまに。いやマジで。ゴールデン、ま、やっぱすげえわマキは。ちなみにこれはさっきマネージャーに森谷君に見せていいって言って、見せていいって、了解もらったやつを渡してもらったんじゃ。なんかさ、うん、そのもちろん面白い芸人さんとかさ、タレントさんとかさ、うん、サッカー選手たくさんいると思うけど、うん、だけどさ2人だったらなんていうの、2人にしかできない、そう面白さは出していけるよな。すげえ、まずマキが押してくれたのも嬉しいし、いや変な人は押せないよ。いやでタレントとかとやるのはちょっと違うじゃん。そうな俺そういうのね分からんけん。いやあれやけど、今日ちょっとマジでこれだけは話したいの。マジか、どぎついぞマキこれ。あの1週間前の電話は確かに言ったじゃん、森谷君しか相談できないこと。そう、一回電話してみようか、近くいるんだったら。プロデューサーっていうか担当者、そうだこの担当の、まあ電話しての一瞬いいけど、全然怖い人来るとかないよな。いやいや、そんなそんな俺が変なわけわからんこと。でもアナウンサーも可愛いな、可愛い。もしもし、あキクさんお疲れ様です。はいはい、どうも。あのこの間言ってた森脇選手と今話して前回もらった話、今企画書渡して話してるんですけど、今あれでしたっけ、近くで打ち合わせしてるんでしたっけ。そうすぐ近くなんだよ。それも運命やな。運命。ちょっと、ね、ちょ一瞬ここから5分ぐらいかな。5分ですか。一瞬ちょっと、うん、来ていただけます。降りとけ、ちょっと行くわ。じゃあ5分ぐらいちょうだいね。あ、じゃあ URL 送ります。はい、忙しいですね。大丈夫ですか。すみません。全然大丈夫だよ。あ、すみません。じゃあお願いします。言われる。あ、よろしく。はいはいはい。すごくない？緊張するって。なんでだよ。いや、それは。ちょっと待って、言われる。え、森江君的にはさ、なんかこういうあれもないけど、なんかもう引退したらなんかこういうのやりたいとかあんの？引退したら、まあアバウトな感じやけど、いろいろやりたいなって思うのは、あるけどね。それこそ定まってはないんだけど、定まってはないけど、いろんなことに、チャレンジしたいなって思いはめちゃくちゃあるわ。それさ、いろんな選手が今引退してってさ、なんかどうだろう、なんか何したらいいのかわからない、こう中ぶらりな人とかも、うん、まあ中にいるじゃん、せっかくこのキャラって、ね、そういう名言いっぱい残してきて、そう、だから誘ってんじゃん TV って今名前俺の YouTube チャンネルになってるけど、誘ってんじゃん、あんなにいつの間にかさ、知らん間にあんなバズってたわけ。誘ってんじゃん、めちゃすごいよ。やばいよな。やばい。でそういうのも、俺番組の企画とかにめっちゃいいと思ってる。誘ってんじゃんで、森脇亮太の誘ってんじゃん。いや恥ずかしい。いやそういう、いやなんかその時はやらかしたかもしれないけど、それを笑いに変えられるってめっちゃいいじゃん。まあね。そう、まあね。いやだって俺も初めてじゃん、そんな MC なんて。だから心許した人と一緒に仕事して、みんなでワイワイしてサッカー番組を
今めっちゃチャンスだよね、サッカー番組ないって、まあ、そこも魅力だったんだよね、まあ、俺、まあ確かにね、競合がないからみんなこれを見るじゃん、見る、ね、そう、しかもだって毎週土曜日の毎週土曜日そう10時からでしょ、うん、10時からこの1時間はめちゃでかいよ、しかも1時間でハイライト以外もできるからね、確かにね、うん、サッカーの面白さを存分に伝えられる番組にはなるかなと思って、確かにね、うん、そうやな、すげえ魅力的な話やな、うん、もうちょいやりたいとかあるの、その現役現役をまだやりたい気持ちもあるし、うん、あ、もう次のステージ次のステージはまだそこまでは、うん、そりゃそうだよ、考えないかな、まあでも、うん、マキは間違いなく俺はどっちかってたら、うん、その引退した後とかは不安を抱いた方がいいとは思うけど、もったいなくない、マキは、うん、そのたとえこれを蹴ったとしても、うん、間違いなくその次の、うん、引退した時にはもう、うん、ババッといやそれを巻き盛りコンビで、それをさ、うん、YouTube でめっちゃおもろいじゃん、うん、ね、YouTube でおもろいのに、うん、このサッカー番組でできたらめっちゃ面白くない、めっちゃおもろいな、え、正直さ、お金も大事よね、お金も大事、もちろんだって生活しなきゃいけないし、うん、で、ね、マキも奥さんいるし、俺も奥さんいるし、子供いるし、そのサブアシスタントで4000万なんか、マキ、うん、ありえんぞ、サブ MC で、でもあの聞いてみたら来たのと、それ聞けねえよマキ、俺が聞こうか、俺が、いやいや、だってそれはさ、え、でもあれよ、あれよ、そのバラエティとか出る時とか、うん、みんなそこをよ、あのバラエティ1本いくらですかって、まず、いや、そう、あれでもそれも大事じゃない、まあ、大事だけど、うん、お金だけに目がくらんじゃってもな、やっぱり。でもお金は大事。お金は大事。大事です。お金は好きだし、大事。ちょっと待って、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 めちゃくちゃ菊谷さん、ええ、すいません、ちょっとお忙しい、めちゃくちゃザ・テレビだ、そんなことないんだけど、すいません、すいません、今、この間話した通り、オレイ君にこれ、企画書、うん、見せました、うん、で、まあ、見せて話はしたっていう話、てか、どう すごいっすね、この番組のもうなんていうんですか、しかも土曜日の10時ね、一番いい時間帯で、うん、確かにこの魅力的だよ、ね、うん、サッカー番組を、うん、していただけるなんて、土曜日の深夜になってますけど、うん、番組ってどうしても深夜から始めて、うん、でそこできちんと形を作ってゴールデンに上げるんですよ、なるほど、で想定としてはね、これもうゴールデンに上げること前提で考えてまして、でそこで結果が残せないと、うん、なかなかゴールデンに行くのは難しいっていう、ただね、あのこれ意地でも曲を上げて結果を残すってことを決めてるんですよ、すごいな、マキノさん、いやいや、マキノさん、俺も菊谷さんからその話はもう何度も聞いて、ああ、そうだから、あの引退っていうところに対して俺もどうしようかなと思ってたけど、まあプッシュしてくれたじゃないけど、これね、というのはね、今、まあ、旬で、うん、なおかつ人が知っててですね、うん、で特にあの、まあ、これあのマッキーからも紹介いただいてて、ね、うん、はい、もちろんよく見てますけど、いやキャラが一番立ってるから、いや、勘弁してください、言ったじゃん、だから、いや、僕なんか出れる、これ番組じゃない、これ、いや、そんなことないんですよ、やっぱりね、いや、やっぱりこのぐらいあの森脇さんぐらいね、キャラが立たないと、いや、面白くない、めちゃくちゃパーチクリーンですよ、もうパーチクリーンぐらいおもろいですよ、いや、ところがね、今一緒にいたスタッフ、女の子なんですけど、局の先生の森脇くんのこと大好きだって、あら、絶対嘘じゃないですか、本当です、本当です、今度紹介してもらっていいですか、いや、バンダイもしまったらね、いくらでもそんな子いっぱいいますから、ね、いや、それは絶対嘘ですよ、いや、本当、特にうちにスポーツ制作なんで、スポーツ知ってるんですけど、え、何、どこが変な話、どこが好きなのって、やっぱ YouTube 見てるんですよ、出た、誘ってんじゃん、誘われてますよ、誘われてんすか、これね、今もちろんこれあのまだあの未発表の話なので、はいはい、今日もオフィシャルの話として来てるわけじゃないですけど、なるほど、あの、うん、まあ、これから本当に決めていかなきゃいけなくて、うん、で確かにその引退していただく時期ハードルが非常に高いのを理解してます、はいはい、
でも、まあ、そこを考えていただいて早めにこう決めて固めて内々に固めていきたいんですよね。なるほど、ね、そうすると中身についても固まっていきますし、あ確かにね、やっぱりね、こういう話はこうねきっちりそう決めていかないと後々ね、そう俺らだって最初話もらったのが、まあ、4ヶ月ぐらいかかったけ ど、 なるほど、まあまあ森脇にいきなり1週間前に話して、うん、いきなりこれは言うのもあれだけど、うん、ちなみにですけど僕の、その契約の話は、うん、あの一応森脇君にはしました、はい、そうで森脇君のはあの、うん、僕も知らないというかあの言ったもんね。俺だからさっき今ちょろっと、うん、あの聞かさせてもらったんですけど、うん、まあだけど、うん、まあお金よりっていう一応ねこのサブ のキャラクターとして、はあ、あのこれ本当に内々ですよ、はあ、あの決まってるのは一応4000は決まってるんですよ。サブですか、ほら言ったじゃん、サブで4000は、いやそりゃそうですよ。いやいやいや、だって森脇君ちなみに俺この話もらった時にいろんなその CM とかいろんな契約ってあるじゃん、うん、なかなかやっぱりあの高い。いや絶対そうでしょ、うん、そう。いやだってしかもいろんな番組も出たことない、はい、で未知数なあの人間にそれはちょっと恐れ多いですよ。いやいやいや、じゃあいらないの言う欲しい。まあ今日からなんでこれでまあ今言ったような数字が出せるんですけど、はい、あのこれこの番組なので、うん、ここが話題になると、まあ、他局もですね同じようなことを考えてるわけですよ。あで、まあ、それはできないにしてもいろんなとこから引っ張られますから、うん、特にあのうちの局内の番組には引っ張られるので、あのこれだけでその数字なので、実際はそれでは終わらないっていうことなので、どっかプロダクションを所属してるんか、探してんだよね、プロダクション。そう、一応探してはいるんですけど、今のところはもう全くホリプロだとありがたいんですよね。ホリプロだし、あのそうなんです、企画をもっと持ってきやすくて、あなるほど。いやそうすると多分あと1000ぐらい出せるかもしれない。俺と一緒、いや MC と一緒、いやでもマッキーと一緒、いやいやいや、もちろんもちろん、だからマッキーもそれだけ上がると思うんですよ。ああというのが、ね、あの曲制作の費用と、うん、今言ったみたいなホリプロさんもあのホリプロ制作ってやってるじゃないですか。そことの絡みがあると、うん、その分だけ、一気になんかボルテージが上がってくる。でも、そんな番組にお金ってかけますか、かけれるんですか。むしろあれですよね、もっとかけてます、もっとかけてますね。マジですか。特に今ね、あのそれこそあのお客さんもそうだし、マッキーとかで YouTube やってるじゃないですか。広告費が YouTube にどんどん流出しちゃうんですが、それ止めなきゃいけないし、なるほど、クライアントさんもですね、どこにかけていいか分からなくなるんですよ。今ね、テレビ局にかけていいのか。だから多分うちはこの企画であの正直勝負をかけるというのが決まってるんですけど、他局もいろんな勝負かけてると思うんです。そこには高コストでやってくると思うんです。なるほど、うん、いやすごい、すごいよ。その金額アップのやつは俺も知らなかった。でこれ一応2年は保証しますんで。ああ。え、その2、例えばじゃあ僕ら2人やるじゃないですか、はい、で2年で、まあ、視聴率っていうんですか、数字が出たとか人気になったら全然番組はそれは もちろん継続ですよね、うん、もちろん。え、それ2年で番組が終わることはないですか。ね、今保証が2年と言ってるだけで、はい、その後も続けば当然やるんですけど、はい、最初に申し上げた今回の企画は局が意地で必ず当てるっていうのを持っていくので、すごい、はい、でも森脇この枠やばくない。はい、起きてるからね。これもスタート枠ですからね。スタート枠で、はい、ましてやね、うん、サブに選んでいただける。俺もサブって言っても、うん、サブって言っても別に一緒にやるから、ね、まあまあそうだけど、うん、やる知名度的にはいや関係ない、そんなことないですよ。いやいやいや、サッカー番組だからサッカーやってる人たちはみんな知ってるからね。まあ、あの今ですね、そういう意味では、うん、彼 の、 あのチャンネルでもやってますけど、うん、認知度を上げてます。はいはい、あの J リーガーって知らないんですよ。そうですよね、だとしたら今おっしゃったけど認知度ってないに等しいんですよ、うん、だからこれからキャラを立てていくというのが非常に重要なんですよ。しかもね、あの実績もあるし、だからまさに今までのキャリアが、はい、あのどんどんどんクローズアップされてくるっていうのが、ね、はい、これ2人でやったら最大の親孝行じゃないですか。まあね、面白いよね。まあね、今日ちょっとあの最大でちょっと話しようと思って、もうちょっと打ち合わせがあるもんね。すいません、またゆっくり。そうですね、ええ、あの、もしあれだったら、あの、
繋げるし。オッケー、はい、了解です。すいません、すいません、ごめんなさい、貴重な時間だけ。ありがとうございます。すいません、すいません、お忙しいところ失礼します。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。すごい、すごいいい方やな。いや、めちゃくちゃいい。やばいね。確かに。面白いよね。いや、これいつまで答え出すの？いや、乗る早じゃない。あとあとで聞くけど、森谷君的にはどう、これ持って帰っていいか。森谷君的にはどうなの、正直。正直、うん、その今の感じの話だと、うん、マスカル、うん、感じだと、うん、まあ正直お金はめちゃくちゃ魅力、それは本当に、ね、嘘つくとこでもないし、やっぱ大事やし、だけどまあなんていうのかな、お金に目がくらんでこう今すぐ飛びつかんでもいいんかなっていう感じは正直なところあるから。まあもちろんね、こっちで例えばこれこんなサブ、マキが MC で俺がサブでやる、こんな面白いことないと思うけど、まだまだ俺もマキもそうだけど、現役選手としてもっともっとこうなんだろうな、広げていけることはあるんじゃないかなっていう、まあその先にね、またこういう話があればいいのかなっていうのもあるし、まあね、お金なんてもう正直なんだろうな、まあ後からついてくるもんだというふうに思ってるし、もちろんもちろん、そういった意味ではまあまだいいかなっていう、まあでもそれは森井君の考えなら、俺はそれ尊重するし。そうやな、いや、マーキーもね、マーキーもだから、まだ、やらんほうがいいよこれは、いや、まあ、でも 俺は結構決意固まったよ。固まったから今日森谷君に話を持ってきた。マジか。だから俺は森谷君と一緒にやりたいから、まあね、話をしたってなんだけど。確かに。そう、まあゆくゆくちょっとお互いがもうそろそろ引退やねってなったら、うん、まあちょっといろんな番組話し合うか分からんけど、確かに、まあちょっと俺のね、うん、YouTube でもまたマキ出てよ。やるやるよ、まあ、もちろんもちろん、そっちの方が、うん、多分バチコンがいけるそう、じゃあ森谷君のもう今の答え、そうね、今の答えは引退してこれやるっていうよりかは現役選手をでやりたいなっていう。首切られない、大丈夫、首切られる可能性大。そうだった、それもあるわ、ちょっと首切られたらマイキー考えさせて今年ちょっと京都ダメになったらちょっとマイキー京都ダメになって、あーでもないわ、そしたら今日ダメになって番組一緒にやろう、もう遅い、遅いよ、だから早く答え出してもらう、マイキー究極、どうマジどうする、いやマジいい、それを考えると相当魅力やだけど、ちょっとまだね、京都でもまあ契約もらえるかは分からんけど、ちょっとこの半年しっかり頑張ってちょっと契約延長もらえるように頑張るわ。オッケーオッケー。じゃあどうしよう、菊谷さん、じゃあ菊谷さんは一応俺また連絡させてもらうわ、その明日でも落ち着いた早い方がいいな、明日また連絡させてもらうわ、菊さんに。あ、全然多分そんな、そうですかみたいな感じだから。うん、確かにね、めちゃくちゃいい方です、ちょっと。オッケー、了解、了解。じゃあ、ちょっと待って、俺車にちょっと荷物取ってくるって聞きます。柏木さんね、飲み物大丈夫か？飲み物は、大丈夫や。大丈夫。うん。車なん、あんの荷物？いやいや、俺荷物は取ってくるから。やめないよね、おいさん、やめないよね、何やねんそれ、ねえ、おいてってらーやめないんですよね、やめないね、やめないね、やめるって言った方がよかった、俺やめないわ、森脇選手やばい、森脇選手、やめないんですか、キクさん、え5000円も出せないです、ね、出せないっすよね、いや、キクさん、え番組の方は
番組の全く関係ないよ。俺じゃけんだ。俺じゃけんスタッフです。え、俺じゃけんスタッフ、俺じゃけんスタッフの、待って、俺確かに、うん、俺じゃけんバッキーの誕生日の時から、うん、俺番組で見させてもらったか、そうだよ。やっぱりね、俺どっかで、え、どっかでそうお見かけしたなんだ。いや、え、帰る言うてたよ。お疲れ様でーす。グリでした。グリだ。やば。森谷君、森谷君、でも森谷君のいい部分と悪い部分がいっぱい詰まってたし、最後はあの現役続行を選んだから、俺はすごい、やっぱりもうサッカーにみんな満ち溢れてた。マジで俺ほんまに、あれ4000万、うん、で上乗せで1000万、5000万、マジで嘘やろ。ちなみにあの一部始終全てあの撮影させていただきました。え、今全部っすか。どこにどこにあるカメラ、どこにあるのカメラ、どこにあるのカメラ、あれ、いやー、やばと、あれ、これ、ありましたね。うん。あともう一と、あれ、全然わからない。カメラ、やば。ブレイクグルやった。どうして。でも今日伝えました。マジで。今日の今日です。僕は。マジで。はい、知らなかった。知らなかったっす。やばい。え、ブレイクさんずっと。僕は、はい。あ、もう。マジで。先行くって言ったじゃん。もうずっとセッティングとかしたり。やば、まあ。で、キクさんはずっと外にいて、テレビ局マンとして。マジで。そう。これ。いやー。ちょっと待ってよ。引っかかんねえか。待って、このオファーないの？4000万のオファーないの？4000万のオファーはない。ないの？マジで。ブレイク、俺も。やめないです。いや、やめないでしょ、俺マジで。絶対マキはやめんなと思ってね。ちなみに、ちなみに明日のちゃん、あの俺のはないよ、撮影ないのないよ。え、ないよ。これ本当だ。なんかファッションショー言うからな、ないんすか。え、ないよ。ないの。ファッションショーなんかないよ。やば。あのこれコラボのマキのチャンネルの方はこのドッキリです。このご時世で飲食できないので、もう帰ります。なるほどね。だからご飯出してないの。なるほどね。森脇くんのサッカーに対する愛と、やっぱ俺に対するなんかこう愛を感じた。愛感じた。いや、マジマジ、俺ほんまに振り返りたいですよ。なんかあと俺に対する大人のトークね。ね、いや、俺もすごい嬉しい。ドッキリ大成功。大成功仕掛けられちゃった。大成功。もう払いたいよ俺。I'm telling you.